ゆうきくん。立憲民主党の早稲田ゆきです。私は政府提出の薬機法等改正法案及び立憲民主党提出の対案について会派を代表して総理並びに対案提出者に伺います。冒頭申し上げます。ロシアのウクライナ侵攻は私たち衆議院でも決議したように国際法と国連憲章の深刻かつ重大な違反であり決して許されない暴挙であります。改めて一日も早い停戦を強く訴えてまいります。鎌倉市はじめ全国青年市長会の70自治体がウクライナ避難民の受け入れを表明し国に早急な財政措置を要望していますが自治体に必要な国からの財政支援措置はいつ決めるのでしょうか。総理に伺います。侵攻から1ヶ月経って子どもを含む多くの命が奪われる悲劇が続く一方で日本を含む経済世界経済にも甚大な影響を及ぼしつつあります。そこで3月29日に総理が指示したコロナ禍におけるロシアのウクライナ侵攻に伴う原油価格や物価の高騰に対応するための緊急経済対策について伺います。年金受給者の5000円の給付に対しては世論調査では2人に1人以上が反対しており立憲民主党は3月22日厚生労働省に対し夏の参議院選挙目当てのばらまきと言わざるを得ないと検討の中止を求める要請文を提出いたしました。この事態に政府与党は白紙ベースで見直すようですがマクロ経済スライドによって長期にわたり基礎年金の減額が続くことを踏まえ4月からの年金支給額が引き下げられる要因である年金カット法で導入された年金給付の抑制を強化する改定ルールは間違いであったと岸田総理は認め撤回するのが先なのではないでしょうか。5000円の給付に充てる予算があるならコロナ困窮労働者給付金法案など困窮家庭に対する給付に回すべきではないでしょうか。以上2点総理に伺います。さらにこの緊急経済対策の4つの柱にあらゆる選択肢を排除することなくと書かれておりますがあらゆるとは消費減税や子育て世帯にとって大きな負担となっている住居費、教育費についての支援の拡充も含まれるのでしょうか。総理に伺います。そもそも現下の原油価格、物価高騰の事態はコロナ予備費をへりくつで流用してお茶を濁すレベルではありません。この国会中にきちんと補正予算を組んで本格的な対策を講じるべきではないでしょうか。総理に伺います。次に明日からの緊急の課題について質問させていただきます。明日4月1日から民法改正が実施され成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い事実上18歳の高校生のアダルトビデオ出演が解禁されることになります。従来からアダルトビデオ出演強要問題が深刻化していましたが明日以降18歳19歳は未成年取消権が使えなくなるため断りきれず同意して契約したもののやはりアダルトビデオには出たくないと18歳の高校生が契約取り消しを求めても取り消しは困難になりアダルトビデオの主流が18歳19歳の高校生になるのではないかという懸念の声が多く出ています。続いては総理にお伺いします。明日以降民法改正に伴い高校生や18歳19歳のアダルトビデオ出演被害が増えるという懸念はお持ちでしょうか。また未成年取消権が使えなくなりリスクが高まる中現行法だけの取り組みにより18歳19歳のアダルトビデオ出演被害の増加を阻止することは可能とお考えでしょうか。総理のお考えを伺います。さらにこの問題に対処するために18歳19歳のアダルトビデオ出演契約に臨時的に取消権を与える議員立法を超党派で成立させる協議が今行われている最中ですが政府が法的対応をするまでの間議員立法で対応することについての
総理のご所見をお聞かせください。それでは政府提出の薬機法等改正案及び立憲民主党の対案について質問いたします。今般の政府提出法案の改正は3年目を迎えるコロナ禍に対応する内容としてはあまりに不十分で実効性が乏しいと言わざるを得ません。昨年来総理は感染症対策の司令塔を作りとしていました。また政府は昨年末の段階では実際に受け入れ可能な病床確保や在宅医療確保の体制整備を内容とする感染症法等の改正案を準備したと報道されています。しかし実際には国の感染症対策の根本の議論は後回し、医療体制については自治体丸投げ、保健所や医療機関の逼迫を招き、その結果国民が検査も受けられず、医療にもアクセスできず、みなし陽性や自主療養といった国民皆保険の日本で信じがたい事態になってしまったのは、安倍政権、菅政権、そして岸田政権のコロナ失政のせいと言わざるを得ません。現時点では第6波は収束傾向を見せているものの、リバウンドの兆しも見られます。第6波の死者数はこれまでの最大であった第4波の約5500人の2倍近い9500人にまで達しております。そして残念ながら第3波から第5波まで以上に自宅放置死が発生してしまいました。高齢者施設における死亡者も続出し、関係者も疲弊しておられます。教訓が何も生かされていません。もう二度と感染が拡大して保健所や医療機関が逼迫し、自宅療養中に病状が急変し、最後は重大な結果になるという不幸な連鎖を起こしてはならないと考えます。そこで今回の第6波における自宅放置死、高齢者施設死の発生を踏まえ、リバウンドも見られる中、どのような対策を講ずるべきなのでしょうか。また今回の法整備により、第3波以来続いている自宅放置死発生を防ぐことはできるのでしょうか。岸田総理と議法提出者にお尋ねいたします。オミクロン BA2、さらにはもっと強力な変異株が発生する可能性もあり、イギリス、イタリアなど感染が再拡大をしております。まん延防止の重点措置の解除から1週間、愛知県の知事は、東京の解除ありきで国が前のめりに突っ走ったと話しています。昨日の厚生労働委員会で、長妻昭議員が指摘されたように、新規感染者が前週比の推移で増加したのは、なんと37都道府県に上ることが明らかになりました。リバウンドの入り口にあると行動制限を呼びかける専門家もいます。このように感染拡大のリバウンドの可能性が高い中で、海外産のワクチン、治療薬頼みとなっている現状は大変問題です。13歳の子どもがコロナ接種後わずか 4時間後に亡くなりましたが、ワクチンとの因果関係がいまだ解明されず、子どもへの接種に不安を感じている声も多く届いています。後遺症で苦しむ方も増える一方ですが、その対応も極めて不十分です。検査キットや治療薬の十分な準備、そして副反応や後遺症の研究推進など、新たな変異株に備える対策を今から講ずるべきです。そこで伺います。エイメド内に設置をされました先進的研究開発戦略センター、スカルダは、国産のワクチン治療薬の開発が海外と比較して、大変遅れていることを踏まえた対応と推察いたします。では、国産のワクチン治療薬の開発が海外と比較して遅れている本質的な原因は、政府においてどのように分析されているのでしょうか。その分析は、今回の薬機法等改正の内容にどのように反映され、そして今回の薬機法改正は、安全性と迅速性の両面から本当に実効性があるのでしょうか。総理に伺います。コロナ感染が拡大していた昨年、すでに他の疾患で承認されていたアクテムラ、イベルメクチンなど、単なる適用外使用ではなく、副作用、健康被害救済を可能とする緊急使用を求める声が高まっていました。これに対し、国会の衆参の委員会などで政府は一貫して、これらの医療品は安全性、有効性が確認されておらず、
患者と医師の自己責任での使用、つまり適用外使用で済むとして、そのような声をことごとく退けてきました。そこでコロナのパンデミックなど有事の際に、製薬企業任せではなく、国が主導して有用な医薬品を迅速に確保するために、特定医薬品特措法案を、そして必要な方が必要な時に確実に医療にアクセスできるために、コロナかかりつけ医法案を立憲民主党は提出されたものと承知しています。この立憲民主党の対案は、製薬メーカー等の申請がない場合でも、新型コロナ感染症を含む新型インフルエンザ等の治療薬として指定できるものとしていますが、そのような法案とした理由と、それにより今後、どのような効果が見込まれるのか、お答えください。議法提出者に伺います。有用な治療薬と期待される医薬品があるにもかかわらず、当該治療薬を製造する製薬企業に、日本の薬事承認を申請する気がないという場合や、あるいはアクテムラのように、欧米での承認や緊急許可が、緊急使用許可が先行し、半年経ってからやっと日本の薬事承認申請を実施したような場合がありました。今回の薬機法等改正案や、立憲民主党の法案では、このような場合にどのような対応が可能となるのか、総理、そして議法提出者にそれぞれ伺います。以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、岸田文雄君。早稲田由紀議員のご質問にお答えいたします。ウクライナ避難民の受け入れを表明した自治体への財政支援措置についてお尋ねがありました。ウクライナ避難民の状況に心を痛めた日本の多くの自治体や民間企業、団体の方々から、避難民の受け入れに協力したいとの声が上がっていることは、大変心強く思っており、そうした協力を得つつ、まずはウクライナ避難民お一人お一人への支援をしっかり行ってまいります。その上で、官房長官を長とするウクライナ避難民対策連絡調整会議の下で、避難民受け入れを進めていく中で必要な対応について検討してまいりたいと考えております。年金額の改定と困窮家庭への支援についてお尋ねがありました。公的年金制度については、将来世代の負担が過重なものとなることを避けつつ、長期的な給付と負担のバランスを確保する仕組みとしており、この仕組みの下で年金を支給してまいりたいと考えています。コロナ禍の中で生活にお困りの方については、緊急小口支援等の特例貸付や生活困窮者自立支援金の支給、住民税非課税世帯等に対する10万円の給付など、重層的な支援を講じているところですが、今後、原油価格、物価高騰等総合緊急対策を検討していく中で、コロナ禍において、物価高騰等に直面する国民生活の不安を解消する観点から、必要な対応を検討してまいります。原油価格や物価の高騰への対応について、お尋ねがありました。ウクライナ情勢に伴う原油価格や物価の高騰等による国民生活や経済活動への影響については、4月末をめどに原油価格、物価高騰等総合緊急対策を取りまとめ、緊急かつ機動的に対応し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとしてまいります。その際、新たな財政措置を伴うものについては、まずは
一般予備費、コロナ予備費を活用した迅速な対応を優先してまいります。ご指摘のあらゆる選択肢を排除することなくとは、原油価格がさらに高騰し続けた場合への対応について述べたものであり、何が実効的で有効な措置かという観点から、現在講じている措置の効果も見極めつつ、あらゆる選択肢を排除することなく検討してまいります。AV 出演被害問題についてお尋ねがありました。議員ご指摘の問題意識は私自身も共有しております。新たに成人となる18歳、19歳の方々が、未成年取り消しの保護対象でなくなるということにつけ入り、性的搾取をするような行いは決して許されません。騙されたり、強要されたりした場合などには、民法や消費者契約法に基づき、契約の取り消しができます。また、暴行、脅迫等、刑法で処罰される場合もあります。成年年齢が引き下げられる局面において、被害を起こさないように、刑法のほか、労働者派遣法や職業安定法による取締りも強化するとともに、18歳、19歳の方々をはじめ、教育啓発の強化等に政府一丸となって、しっかりと取り組んでまいります。この観点から、本日、アダルトビデオ出演強要問題緊急対策パッケージを決定し、こうした対策を政府内に徹底するよう指示をいたしました。性的搾取をするような行いは見逃さない、許さない、この姿勢でしっかりと関係法令の執行に努め、被害の防止、被害に遭った方の救済を図ってまいります。さらに超党派でご議論いただいている立法措置の内容議論の状況をしっかりとフォローアップした上で、政府としての対応も検討してまいりたいと考えております。新型コロナ患者の療養に関するお尋ねがありました。新型コロナへの対応にあたっては、今後しばらくは最大限の警戒を保ち、第6波への対応として準備した全体像の医療体制を堅持しながら、オミクロン株の特徴に合わせて強化してまいります。具体的には、自宅療養者に対する医療機関を1月の 1.6 万から2.2 万機関へと増やし、さらなる拡充を図るとともに、高齢者施設での療養への医療支援の強化を継続するなどの取り組みを進めてまいります。また今般創設する緊急承認制度によって、国民の皆様により早く必要な医薬品をお届けすることが可能となり、全体像に基づく医療体制の強化など各種の取り組みと相まって、国民の安全安心の確保にさらに寄与するものと考えております。国産ワクチン等の開発が遅れている原因、法改正の実効性についてお尋ねがありました。国内でワクチンや治療薬を開発できる体制を確立しておくことは極めて重要と考えており、医療に関わる経済安全保障にもつながるものであり、必要な支援を実施してまいります。新型コロナのワクチンや治療薬の開発が遅れることとなった一因として、ワクチンや治療薬の収益や投資回収が見込みづらいことが指摘をされています。今般創設する緊急承認制度は、安全性の確認を前提に、有効性が推定された段階で迅速に薬事承認を与える仕組みであり、国産のワクチンや治療薬の実用化を促す効果があるものと考えております。製薬企業の承認申請と国の対応についてお尋ねがありました。医薬品の製造販売については、承認申請に必要な治験の実施とデータの解析、承認後の副作用情報の収集解析、医療現場への情報提供などの安全対策を含め、製薬企業が責任を持って対応する必要があることから、製薬企業からの申請に基づき承認をしておりますが、国としては新型コロナ対応として、治験等の手続きの簡素化や
企業相談の実施など、承認申請を行う製薬企業の負担軽減に努めてきました。加えて、今般創設する緊急承認制度により、申請に必要な臨床試験データが軽減され、日本での承認申請の促進に資するものであると考えております。提出者、吉田恒彦君。早稲田由紀議員から、製薬メーカー等の申請がない場合でも、新型インフルエンザ等の治療薬として指定できる仕組みを提案する理由や、その効果について、また、製薬メーカーが我が国において速やかに薬事承認の申請をしない場合等に、立憲民主党の法案ではどのような対応が可能であるかについてお尋ねがありました。例えば、イベルメクチンは、抗寄生虫薬として国内で開発され、寄生虫が依然と蔓延している海外などでは幅広く使用され、また安全性も確認された医薬品です。しかし、一方で薬の単価は安く、製薬メーカーなどにとっては承認されても利益がそれほど見込めないということもあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬として申請を行わないということがありました。今回の立憲民主党の法案では、そのような製薬メーカーや外国産医薬品の国内取扱いメーカーの意向にかかわらず、また恣意的な政治主導ではなく、エビデンスに基づく学会の意見を聞いた上で、国民にとって必要な医薬品を新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等の治療薬として遅滞なく指定できるようにしたものです。これにより例えば炎症性サイトカインの一種であるインターロイキン6の作用を阻害する働きを持つアクテムラについて、米国ではいち早く緊急使用許可をいたしましたが、我が国におきましても学会の意見を聞いた上でエビデンスに基づく判断でいち早く新型コロナウイルス感染症の治療薬として指定することが可能となり、より一層その使用が広がることが期待されます。そして今回の立憲民主党の法案は政府案とは異なり、パンデミック時だけではなく、平時にも製薬メーカーの申請によらず、医薬品の使用を認める制度について検討することを盛り込んでいます。この制度が実現すれば、さらに幅広く、我が国で現在あまり進んでいない遺伝子治療などを含め、アカデミアで完結する医薬品の使用、失礼しました、承認、使用が可能になることにより、承認が全体的に迅速化することが期待されます。また難病患者、特に希少疾患の患者の医薬品などでは、営利性の問題から進まない安価かつ高品質な薬剤の開発が進み、さらに言えば昨年の健康保険法改正案の審議の際に私が指摘したように、医療経済的にも大きなメリットが得られるものと考えます。提出者、山田勝彦君。早稲田由紀議員から、自宅放置死や高齢者施設死の発生を防ぐために、どのような対策を講ずるべきなのか、今回の法整備によりこうした事態の発生を防ぐことができるのかについてお尋ねがありました。これまでの感染拡大時では政府の不作為で保健所や医療機関が逼迫し、医薬品供給の目詰まりが発生するなど、必要な医療を必要な人に届けることができないという事態が起きております。その結果、医療へのアクセスがままならない異常な状態の中、自宅放置死や高齢者施設死といった最悪の事態が生じており、これらに対する対策が急務となっております。感染拡大期に
国民の命と健康を守るためには、医療へのアクセスを確保することが必要不可欠であります。そのために、コロナかかりつけ医法案は、高齢者等の新型コロナに感染した場合の重症化リスクの高い方々が、自らの新型コロナにかかる健康管理等を一貫して担う、いわゆるコロナかかりつけ医を平時の段階から登録できる制度を導入するものです。このコロナかかりつけ医は、1、その登録を行った重症化リスクの高い方々について、日頃から新型コロナ対策等の健康相談や症状がある場合の検査を行い、2、新型コロナにかかった場合や濃厚接触者となった場合には、健康観察や医療の提供を行い、3、症状が急変した場合には、自治体や他の医療機関との連絡調整を担うこととしております。このような平時からの一貫した取り組みを通じ、これらのものの医療アクセスを感染症有事の際にも、オンライン診療等を活用も図りながら確保できるようにするものです。また、コロナかかりつけ医が適切な医療を提供し、自宅放置死を防ぐためには、迅速に有用な治療薬を確保することが重要です。そこで、特定医薬品特措法案により、国の指導により、有用な治療薬を迅速に確保する仕組みを創設することとしております。加えて、オミクロン感染症対策支援法案では、病床が逼迫し、中等症や重症の患者が入院するための病床が不足する事態が生じることのないよう、政府対策本部長が都道府県間の調整を行うこととしているほか、都道府県等と医療機関の病床の確保のための協定の締結を協力金により支援することとしており、病床の確保に万全を期すこととしております。今、現在でも何十万人の方が自宅療養をしている中で、助ける命を確実に守り、自宅放置死や高齢者施設死という最悪の事態が二度と生じることのないよう、そのためには我々が提出したこれらの3法案により、必要な医療を必要なものに迅速かつ確実に提供する体制を整備することが必要不可欠であると考えております。政府には真摯に我々の提案を受け止めていただくとともに、各会派におかれましては、これら3法案に賛同していただくことを強く求めたいと思います。